はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はようやく助っ人外国人が登場し、イベントはかなり短いスパンでプロスピパークが来たということで、本日の更新情報をまとめ、プロスピパークの攻略法を解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず本題に入る前に主な更新情報を見ていきましょう。まず一つ目がマンスリー監視祭の開催。内容は S ランク選手一人確定無料10連ということで、久しぶりに豪華な内容となりました。こちら動画後半で引いていきたいと思います。続いて二つ目がサイリン2013サムライジャパンセレクションの登場。昨年もこの時期にサイリンが来ており、今年も同じく登場となりました。スピリッツ4500のサイリンのため基本はスルー推奨です。続いて3つ目がグレードアップスカウトの登場。ポジションはショートが追加となりました。またガチャの終了日から12日にセレクション第2弾の可能性が高まりました。楽しみに待ちたいと思います。続いて4つ目が V ロード監視祭の開催。期間は1週間となっており、 V ロードを行うだけで様々な報酬が獲得可能となります。 S ランク 30% 契約書などもありますので、ありがたく受け取っていきましょう。本日の更新情報は以上となります。続いては本題のプロスピパークの攻略に入っていきます。まずプロスピパークはどんなイベントかというと、試合後に発生する敵をひたすら倒していくイベントです。倒すことでパークポイントを獲得可能となっており、パークポイントに応じて累計報酬が獲得可能となっています。前回開催6月13日となっており、かなり短いスパンでの開催となりました。ということでポイント解説の方に入っていきます。ポイント1つ目倒す敵に関してです。基本は全て倒していくのがいいでしょう。あまり深く考える必要はありません。続いてポイント2つ目、累計を早く終わらせたい場合、難易度が高い V ロードを回りましょう。難易度が高い V ロードの方がランクの高い敵が発生しやすくなっています。ただ難易度の高い敵にこだわらなくても十分累計回収が可能なため、どこを回っても問題ありません。各自のチーム状況に合わせてやる難易度を決めてください。ちなみに試練チャレンジカップに挑んだ場合、難易度による変動はなく V ロードの星7相当となっています。続いてポイント3つ目、スチールチャレンジでは最初の2回でスタート判定グレートを出しましょう。最初の2回はスタート判定のゲージを見れるためスコアが稼ぎやすくなっています。あとは牽制だけ気をつければスコアノルマには届くため深く考える必要はありません。気軽にプレイをしていきましょう。ということで実際にねやっていきたいと思います。最初に2回はご覧の通りね、スタート判定のゲージが見れるようになっているので、ただ単に緑のところで止めるだけです。誰でもできると思います。3回目からがねちょっとスタート判定のゲージが消えるので、まあ牽制引っかからないようなるべくねスタートよく切るのが大事になります。まあただ最初の2回だけねちゃんと決めてれば、まああとはね牽制だけ引っかからなければ、これですね、引っかからなければ全然ノルマには届くと思います。ということでこちら練習モードなのでここで終わりたいと思います。続いてポイント4つ目、フィールディングチャレンジはあらかじめ画面に手をつけておきましょう。下の円のサークルで緑の部分が見えたら大体の方向に素早くスライドするイメージがいいと思います。あらかじめ画面に手をつけておくと手の動きがスムーズになり、捕球送球に集中しやすいと思うのでおすすめです。ということでこちらも軽く実践の方をしていきたいと思います。円が見えたら緑の方向も大体の方向ってイメージですね、素早くスライドして、まあ、あとはタイミングよくタップしていけば、まあ、捕球送球のね点数も稼げるんじゃないかなと思います。出たら素早くスライド、タップタップ、まあこんな感じです。もう本当にやり込むしかないので皆さん頑張ってください。続いてポイント5つ目、今回の主な累計報酬に関してです。まとめると75エナジー覚醒限定の S ランク限界突破コーチ、 S ランク 30% 契約書、助っ人外国人の A ランク選択契約書5枚、 A ランク契約書、 S ランク特訓コーチとなっています。それなりに豪華な報酬となりますので、全て回収するようにしてください。続いてポイント6つ目、自然回復で終わるかどうかに関してです。基本的には自然回復で終わる設定となっています。毎回の動画でイベント進捗状況も紹介していきますので、進みの目安としたい方は参考にしてください。続いてはバッティングチャレンジ実践の方していきたいと思います。まあこちらだけね練習モードが用意されていませんが、まあただひたすらね打つだけのモードとなっています。まあこのプロスピパークね、毎回なんかお題がなんかねローテーションになってて、まあ、今回来てないのが
なんだっけな、そう、今回バッティング系で来てないのがスマッシュチャレンジですね。スマッシュチャレンジが来てないので、まあ代わりにバッティングチャレンジ来てる形になります。こんな感じでクリアしていってください。クロスピパークの攻略は以上となります。進め方は把握できたでしょうか。まつかの1ヶ月以内での開催となり、イベントの偏りが目立つ更新となりました。ただようやく助っ人外国人も登場したので、モチベーション高くイベントを進めていきましょう。この情報が良かった方、助っ人外国人の登場が嬉しい方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてイベント期間中のスタミナに関してです。今現在 V ロード監視祭が開催中、かつ経験値も 1.5 倍のため、基本は V ロードを回るのがいいと思います。チャレンジカップが終わっていない場合は優先して終わらせましょう。各自のチーム状況に合わせて判断をしてください。ちなみに自分も経験値を選択し V ロードを回る予定です。続いては動画序盤でも触れた通り、マンスリー関西が来ているということで、こちらの S ランク確定無料10連引いていきたいと思います。お願いします。でまだね、今現在自分も補強ポイントはあって、バッターの方はね4600以上で固められているわけではないので、まあ、S ランクのバッターで総力型以外でキャミンできる選手が来てくれれば、さあということで誰が来るかお願いします。バッターで本当に、まあ、絵能力とかはね、まあ、気にしないですね。一時的にオーダー入れるだけなので、とりあえずバッター極みできる選手、ミート型、パワー型、お願いします。さあ、10人目が S ランク確定なので、期待したいと思います。2人目、ランクポランコ選手。まあ、2枚引きとかしたら嬉しいですが、まあ、多分来ないでしょう。ということで、10枚目期待したいと思います。お願いします。オスナ選手ということで、オスナ選手は、まあ、エキサイティング出て、この前、かぶってまた出たって感じですね。ということでマンスリーの結果はこんな感じです。続いてはオーダー選手の称号チャレンジをしていきたいと思います。今回やっていくのはこちら、吉川選手です。吉川選手は完全総力型となっており、称号でコンボが変わる選手ではありません。ただ今現在のオーダーに入っているため、勝利の使者強心臓狙いでやっていきます。ということでやっていきましょう。あまり重要なチャレンジではないですが、まあ、勝利の使者がついたら普通にでかいです。極意者は0枚で極意者ダメがてらやっていきます。お願いします。まあ、少しでもレアリティ高い称号をついてステータス底上げしたいところですが、ミート自慢来ました。ということで称号チャレンジは以上です。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は覚醒で助っ人外国人が登場したということで、誰を撮るべきかまとめた動画を上げる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。